階席から2階席絶対にいいじゃん。背番号25番の白井優斗です。今年は5年目というシーズンになるんですが、今まで以上に必死に頑張りたいと思います。1年間応援よろしくお願いします。皆さんこんにちは。背番号10番塩澤翔吾です。まず最初に指導早々体調不良で休みました。おかけしました。本当にすいませんでした。リーグも変わり背番号も変わり心機一転頑張っていきたいと思います。今年もシャツインで頑張ります。よろしくお願いします。こんにちは。今年から背番号17番になりました飯尾龍太郎です。今年でプロ3年目の年で、決意を持って戦いたいと思いますので応援よろしくお願いします。こんにちは。背番号2番大久保です。昨年は応援ありがとうございました。皆さんの支えがあってこその昇格だったと思います。今年は、J1 元年となりますが、トップ15に入ることだけが目標とは言わずに、山形らしいサッカーで正面からぶつかって、一番いい順位を目指して頑張っていきましょう。今年も1年間よろしくお願いします。昨シーズン J1 昇格という目標を達成した中で、今シーズンに向けて、自分自身いろいろ考えたり、悩みいろんな思いがありましたけど、今シーズンも、昨シーズンに引き続き、松本山川の、特別な背番号である、松さんの思いがこもった背番号3番をつけることになりました。昨シーズン J1 昇格という目標が達成してね、俺自身もそれだけではなくてこのチームではまだまだ成し遂げなければいけないことがたくさんあるというふうに強く思ってます。これからの新しい目標挑戦に向かって力強い後押しをよろしくお願いします。そして一緒に戦いましょう。